ゆっくりしていってね。かましたね。おっしゃ、行くぞ。格の違いをお見せしますわ。始まりました。今回の第1試合の相手はカリンです。カリンは通常対空技が強くない印象なので、ジャンプ攻撃から相手を崩していきたいですね。相手のコンボをもらってしまい画面中央です。なんとかしてもう一度相手を画面端へ運びたいですね。しっかりと投げ抜けしてきますね。これはもう画面端で勝利確に入ります。決まりました。ロウリタク強すぎかよ。わいわい、ラウンド2です。いきなりフラッシュ、ダウンしちまえよ。食らってしまいました。投げ抜けてしまうので投げないでください。マジでやめようね。やべえよやべえよ、はは。ぶっとなしで調子に乗った結果がこれですわ。すべてお見通しですわ。最終ラウンドです。さあ調子に乗らずしっかりと立ち回ってよ。無敵技やめてもらっていいっすか。レインボーミサイルを犯されました。逆転攻撃からレイン先に入ります。今回は重くですね。じゃんけんに勝ちました。おわー、3からの KO です。同じ料理タックコンボで裏表とうまく相手を翻弄することができました。運命って何なのか考えたことあります？かましたね。おっしゃ、行くぞ。第2試合の相手はヤマサです。もうめっちゃ嫌いな相手です。シーズン3でボコボコのボコにされたので苦手ですね。シーズン4では弱体化されも少しやりやすくなりましたが、今でも遠くからチクチク攻撃してくる一方しい相手ですね。そんな一方しいやつはこのまま投げされましょう。ラウンド2です。このラウンドの攻撃を減らされる前に画面端へ運びたいですね。まあこれが難しいんですけどね。ちょっと確認をしてみました。もったいないですね。うんとできていれば画面端でした。さすが、徐々に画面端に近づいています。ここら辺が踏ん張りどころですね。相手も逃げるためにゲージを使いたくないと思うんです。頭を取った。一輪満点ブラッシュしまいました。これをゲージに飛んでできたんですから強かったですよね。まあ今でも十分強いですけど。最終ラウンドです。このスピアがいやらしいですね。こいつを意識しすぎてアグレッシブに攻めに行けません。引力レインボーミサイルが決まりました。ああ何やってんの。せっかく画面端に運んだのに繰り出しですね。画面端か。レインボーミサイルのジャンプに勝ちました。ああ何をやっているのかね。絶望の画面端ですね。これはやばいっす。なんとかなりそうですね。このままゼータリバーでダーツ
外して相手を逃がすのはマジでやめようね。かましたね。おっしゃ行くぞ。この道を進むのみ。最終試合の相手は龍です。龍を相手にするときは絶対に技を置いて、相手が投げに来るところをこだめていきましょう。そうすると波動拳をしてくる金貨が高くなってくるので、ジャンプ攻撃を決めてダメージを稼いでいきましょう。ミカの場合はレインボーミサイルやスライディングで弾を抜けつつダメージを与えるのが理想です。無敵技やめてもらっていいですか。ですね、カウンターから戻っても出ました。ロートリバーコンボでしっかりと決めていきましょう。わーいわーい。ラウンド2です。あら、大空の後はコマ投げの方が良かったですかね。スライディングで弾抜けしていきます。リマルです。あら、今回はコマ投げを選択して正解でした。画面端で固めていきましょう。おや、大空から裏に回れました。これは3まで行けますね。もう一度火力を上げて自由でフィニッシュです。なかなかかっこいいフィニッシュだと思うんですけど、どうすか？ご視聴ありがとうございました。また見てね。